皆さんこんばんは。こんばんは。ネモです。ジュンです。はい、今日は遅いスタートになりました。はい、はい、ちょっと僕ら用事がありまして、はい、今日撮影がねちょっと夜遅く出発なんですけど。そうですね、今日はですね9月の19日の夜今7時でございます。はい、はい、後ろも見えますかね。ちょっとバック映しますよ。はい、じゃじゃーん、この門ですね。そうですね。ジュンさん、これは何門ですか？ドンファームで、ドンファーム、ここの門の中に入った宮殿があるんですけど、チャンドックンっていうね、宮殿ですけど、なんか韓国の最後の皇太子さんの奥さん、雅子さんが、こちらの方に、ね、あの住んでたっていうことで。なるほど、はい、ね、ここはあの秋のね、紅葉の季節になると、はい、中の紅葉がすごい綺麗なんですよ。あ、そうなんですね。一回ね、あの雇用の頃に来るとねいいとこなんですけどね。それは雇用ですね。そうそう、雇用雇用、はい、具志堅よう雇用。そうですね、はい、すいません暗闇の中でいい僕らの顔も暗くて見にくいかもしれませんね。今日はイクソンドンの方ですね。はい、夜のイクソンドンを歩いてみたいと思いますので、はい、チョンノサンガのあたりですね。はい、はい、では早速行きましょう。行きましょう。今ですね、僕らのチャンドックンから、はい、チョンノサンガの駅の方に向かって歩いてるんですけど、はい、このね、歩道がこう広くなったんですよね。そうですね、工事してね。めっちゃ狭かったんですけどね。そうそう、すごい歩道が綺麗になって、まあ、散歩にはいいコースになったね。そうですね、うん、なんか夜でなんかこんばんは。あ、なんか誰かいますね。こんばんは。大変ですね、いつも。はい、ね、この暗闇の中こんなことですね。なんかこのライトが光っちゃうね。やっぱ蚊がいますね、これ。蚊がいる、うん、まあいっか。そうです ね、蚊の1匹や2匹ね。はい、どんどん行きましょう。はい、ちょっとこの、なんていうの、街路樹じゃないや、街灯、街灯の光がちょっと斜めの線が入っちゃいますね。10本。はい、ではチョンノの方まで歩いていきます。はい、はい、今僕らですね、はい、チャンド君から、チョンノのサンガ6番出口まで来たんですけど。来ましたね。はい、今日土曜日ですけど夜ね、すごい人だね。どうでもいいですね。ね、ちょっとこのね、コジャンマザっていうの屋台通り、うん、ちょっと通って4番出口からイクソンドに入っていきましょうか。そうですね、行きましょう。はい、行きましょう。素敵が出るんですね。素敵ですね。今日ノリノリですね。ノリノリじゃないよ、今日。ここね、歩行者天国のように見えるけど違う。歩行者天国じゃありません。じゃないんでね。でも屋台も結構席とか置いてるけど危なくないですかね。ねえ、ちょっと後ろ来ました。気をつけて。はい、そうです。まあ屋台にぎわってます ね、 ね。で今その段階っていうやつか、2段階って言って。そうそう、あまり良くないんですよね。まあ、あの 2.5 よりはいいんだけど、まあ、だから夜の9時以降も営業はできるんですよね。できますね。うん、まあこっちの国の人は外出て食べるのが結構好きですよね。うん、ちょうど ね、季節もちょうどいいからね。そうだね。もうこっちは絶対です ね、 ね、こんな狭いところで U ターンしようとする車もいますしね。ここからはちょっとないですね。そうですね、なんかゲームがあるね、これもすぐそこ4番出口なんですけど。そうですね、ここから入りましょうか。ですね、向こうの辺りバーってありますね。うん、すごいあるよ。うん、ここをソンドのに入りましょう。行ってみましょうかね。はい、では今から夜のイクソンドの方、はい、皆さんにお伝えいたします。前回昼来ましたけど。そうですね、これは、はあ、占いですね。手相を見るんですね。僕手相 M っすよ。あ、そうなの。うん、すごいじゃない M 手相。ほら、あ、ジュンさんの手相。でもちょっと光の影で見えにくいかもしれない。これはジュンさん金持ちになりますよ。 M 手相やった。
ちゃんとこう消毒液があってね、消毒しながら越えるんですね。なるほどね、うん、これで占えるんだ。占ってみる？占ってみますかね。いくらですか？いくらかわかんないですけど、1000ウォン。1000ウォン。ちょうどないね。ちょっと待っててください。はい。ちゃんと消毒して。で手を置くと。でボタンを押す。ボタンを押す？はい。うん。手を外して大丈夫。これは訳すの大変だね。こんな感じですね。ネモさんはこんな感じ。数字を買ってん夜中へパルトンが。はい、じゃあ行きましょう。はい、今日土曜日なんでね、夜も結構人がいますね。やっぱ今日土曜日だからね、うんうんうん、カップルが豪華ですね。多いね、まあ、結構有名な飲食店とか多いしね。そうそう、ちょっとこっち行ってみましょうか。行きましょうか、はい。美味しいんですよね、これですね。ああ、この服屋さんね、もうやっぱ多いですわ。多いね。カフェがありの、美味しそうですよね。どれ？ホットケーキとか、うん、あ、これね、うん、美味しそうだね。いや、この間こっち行ってないから行きましょう。このパン屋さんコメントでいただいてね、よく来たっていう人いましたよね。そうですね、うん、雰囲気がいいですね。うん、まあ、お昼も綺麗だけど夜もまたいいね。いや、いいデートスポットだと思いますね。ね、カフェもあるし、飲食店食べてアクセサリー、服屋さんもあるし、うますぎて焼肉屋さん。そうですね、この間こっち行きましたけどね。そうですね、僕行ってみますか。行きましょうか、はい。この間ここを左曲がってソフトクリームがあったよね。そうソフトクリーム食べたい？食べますか。食べますか、うん、でこっちも行ってみたいけどね。こっち行きますか。ちょっと行ってみる。うん、なんかやっぱインスタとかインスタ映えしそうですよね。うん、本当に若者に人気のね街になりましたから。まあだけど年寄りもいますよ。ん？年寄り。僕らじゃないよね。あ、僕らですけど。あ、僕らのこと言ってんの？うん、僕らはわからないでしょう。マスクしてるからね。脱いだらすごいよ。あ、脱いマスクを脱いだら、うん、あ、こっちもありますよ。行きましょう。こっち行きましょう。家は洋服もあって怖いですね。うん、ちょっと暗いんでね。
ら夜来てみるのも面白いのかもしれません。そうだね、見て射撃場さあ射撃場ここ前テレビで放送されてたんですよ。あ、本当、うん、すごいなんかのんびりの店らしいです、ステーキのすごいステーキ置いてあったね、今素敵ですね、ねえケチュさん絶好調じゃないですか。いやいやいや、夜もまた雰囲気あっていいですね。そうですね、うん、正面の店すごいなんか豪華ですよね。正面の店、正面正面の店これね、ボケつきボケつきまうん、またこちらに戻ってきたんですよ、ね、戻ってきました。ソフトクリーム食べたいですか。食べますか。食べましょうか。2人で1つえ、はい、来ました。じゃあピンクベリーとブルーベリー一つ頼みます。はい。ヤマさんどっち食べますか。うん、紫がいいですね。わかりました。はい。ピンクベリー花樹で。花花。お茶投げさんとあの紫のベリーがバニラとブルーベリーですね、うんうん、でピンクのベリーがバニラとラズベリー、うん、なるほど、はい、ネモさんの紫のいただきましょうか。はい、こんな感じです。はい、いただきます。いただきます。はい、アイスクリームシャムでタピオカチロスに飲まれましょうよ。美味しい、美味しいわ、美味しい、うん、なんかベリーの味が強かったと思ったらバニラの味強いですね。そうそう、こっちもあんまりブルーベリーの感じしないよ。だよね、バニラの感じが強い。でもベリーの味がちょっと薄が乗ってる感じです、うん、シャーベットまでいかないけどシャーベット近いですね。シャーベットちょっと近いソフトクリーム、うんうん、美味しい。甘党のネモさんにとってどうですか。うん、最高です。あ、本当に、まあ、甘党だけどそんなに甘いのは苦手なんで、まあ、美味しいですよ、うん、パーナーもらおう。いや、女の子は結構好きでしょうね、こういうのね。あ、うん、あ、頭痛い。あ、だってなんかここにパウダーみたいなのあるんですよね、うん、これがなんかちょっと酸味があって美味しい。あー、胃が、胃が痛い。胃が痛い胃が痛い、冷たくて。ごちそうさまでした。美味しかったですね。そうですね、はい、イメージとしたらなんかフルーツ系の味がすると思ったら、うんうん、バニラです。思いっきりバニラの味です。うん。美味しかった。美味しかったね。はい。では行きましょう。ごちそうさまでした。さっきの花2万5000本だった1つ。え2万5000本だった花が高いですよね。高いね。まあね、こっち、はい、さっき左通ったけど、はい、まあ、ここちょっと抜けちゃうと、ちょっと寂しくなる感じではありますね、うんうん、
まあ、そこから左入れそうですね。ここからね。ここ入ってみましょう。あ、結構いっぱい道があるんだね。結構複雑だから迷子になる。そうだね。方向を忘れないように。あっちには駅、こっちにはあっちとかね。紛らわしいんでね。え、紛しろ？紛らわしいんでね。はい。ね、もう秋になりましたね。そうですね。今ちょっとあの半袖着てるんですけど、僕たちちょっと寒いんですよ。あ、そう？うん、ちょっとヒヤッとしますよね。こっちは全然大丈夫。ネモさんはホットだから。ホットだからね。こんな感じですね。ちょうどまっすぐ行ったら4番出口になりますね。はい。まっすぐ出ましょうか。出ましょうかね。はい。でこっちも右もね、屋台っていうかもう外で食べてる人いっぱいいるし。いっぱいですね。ね、これさっき来た方ですけど、まあ、平日の夜もここすごいね。今この時期は季節もいいんで。多いですよね。いっぱい人出てるんですけど。ねえねえねえ。うん。いやー、結構こういうとこは人が多いですね。そうですね、うん、ということで今日は僕らは夜遅かったんですけど、珍しいですよね、僕ら夜。そう、いつも昼からですけどね。で、今日はチョンノサンガの、はい、あのあそこのチャンドックの門からね、そうちょっと歩いてきたんですけど、はい、まあ、こんな感じの今韓国の現状なので、はい、まあ、韓国の方たちは、まあ、こういうところで、まあ、普段通りのねお酒楽しんだりデートしたりとか、はい、まあ、してるっていう感じをねお伝えいたしました。はい、はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。さよなら。